私ちらっと見ましたけど、これなんですか？あ、これですか？先生の顔が。これですね。あら、あの神田正則さんっていう本当に世界で有名な日本一のマーケターっていう方取られるんですよ。はい。でその方、あの神田先生からお話ししたいってことでお話をさせていただいて、2時間半、うん、収録させていただいたものが実は先月出てたんですね。はい、で、それをホームページに載せていただいて、はい、なんと素晴らしいことをおっしゃってるんですよ。あのマーケティングの専門家ですよ、うんうん、ちょっとこれ神田先生のホームページ読ませていただきますけど、はい、一つだけね、はい、世の中は完全に根本的に変わりました、うんうん、マーケティングをしないことが最高のマーケティングです。要するにだから売り込みだとかどうやって売るんだというんじゃなくて共感、うん、心で本当に良くなってくださいということでさせていただいたらいいこと起こります。うん、で一つだけ付けさせていただきますか。日本インフルエンサーズ機構って2つの目的があるんです。理念が、うん、1つが、ね、キリンさんのように、うん、素敵で素晴らしい人が、ね、みんなあの我々あのギブアンドギブの心で、うん、素敵な素晴らしい人が、ね、夢を実現していただいて幸せになってたというのが1つ、うん、もう1つは作る人、使う人、うん、つなぐ人、うん、まあ、みんな三方一両得って本当に本当にと違うんですけども、うん、みんな良くなっていただきたい。これはいいもので失われないと売れないから高いじゃないですか、うんうん、でもこれが半額になって、ね、10倍売れたら5倍売れるし、うんね、5倍利益になると、うん、そうするとあの紹介した人にも結果的にありがとうございますってね、消費者の方とか生産者の方が来ますという話なんですよ、うん、で今までは個人のとこ応援本いっぱいしてました、うんうん、ステージが変わったんですよ、うん、なんと結構大きな会社から応援してください。だからね、本当にいいものやってるんで、いいもののところ本当にどん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 ね応援させていただいて、本当に安くていいもの広まっていただきたいな。ついていきましょう、はい、はい、完璧についていきましょうね。はい、キリンさんのところ応援させていただいて、ね、ありがとうございます、ね、プロデューサーをプレゼントするのが変だけども初めての面白いですね、今のちょっといただき、プロデューサーを初めてのプロデューサー面白いかもしれない。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。プレゼント、プレゼント、面白い。あ、ちょっと写真だけ撮らせてください。はい、写真ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、今日は全然。サーちゃん。やばい、もうやばい。ありがとうございます。